はい。皆さん、こんにちは。テーマパークコンサルタントの清水郡です。テーマパークという街で生まれるコミュニケーション第9回目ということで、今日はサンキューカードは誰のためというお話をしていきます。サンキューカードというのはですね、例えば上司から部下にとか、同僚同士で会社の中でですね、例えば毎朝きれいに掃除してくれてありがとうとか、 いつも見やすい資料を作ってくれてありがとうとか、まあ、その人がね、えー、何か感謝したいことがあれば直接カードに書いて相手に渡していくというようなまあ取り組みですねまあいろんな名前で取り組まれている会社があるんじゃないかなと思いますでもですねこの「ューカード」私もよく聞くんですがあまり浸透しないんですね、えー、あまり継続しないと。 あのやってみたものの途中で頓挫しました終わりましたというのをよく聞きますそれがなぜなのかというお話をちょっとしたいなと思いますでじゃあまあ継続しないんですけどもそれは目的がというのが大事なんです、ね、まあこうやってねカードに何か書くんですけれども「サンキュ級カード」 これやっっぱり導入する時って、まあ、私もーテーマパークで働いていた時はこのサンキュ級カードを渡したりもらったりしましたけどもらうとやっぱり嬉しいですよね。あのー、先ほどの接客素晴らしかったと思いますとかあのいつもありがとうとか言ってまあねカードもらうとやっぱりもらう方は嬉しいのでカードサンキュ級カードをもらう側のためにやると。 思ってらっしゃる企業さんが多いんですけど、カードをもらう側のためにやるという目的でやっている会社さんほど続いてないです。じゃあ続いてる会社は誰のためにやっているかというと、カードを書いて渡すカードを書く側の人のためにやっている会社ほど続いてますし効果が出てます。 で、そういう会社どうやってやっているかというと、これは私もあの、何回かね、前の動画でちょっとご紹介した、香谷や美さんから教わって、私もクライアントに導入するときがあるんですけども、副写式のサンキューカードというのを導入しています。まあ、副写式なんで、こう書いて、こうピラッとめくって、相手に渡すんですけど、手元にもあの、控え、残るってやつですよね。なので、 いいいつ誰ににどううう内容ののーカードを渡したかっていうのが手元に残るわけですそれをファイリングしておけば例えばね10人まとめているチームがあれば10人分の三級カード1年間でいつ誰に何を渡したかっていうのがファイリングされているわけですそれを見たらあの人事評価の時にねあ A さんは4月にこういうことやってくれたねとか B さん6月にこういう成果出したねとか まあそういういのがわかるわけですよねなので、えー、評価もやっぱり公平性納得性透明性というのが非常に上がるというような効果もありますし何よりも私、まあ、カードをね書く人にとって三級カードを書くということはチームのメンバー、まあ、同僚でもいいんですけれどもいいいいとところを見つけけけなな書わけで,す、ね、で人間ってやっぱり悲しいかな無意識にですね 欠点とか悪いところってやっぱりどうしよう見ちゃうんですよねなので意識的にいいところを見ようとしないとなかなか見えてこないですでもサンキューカードを渡すっていうそういう一つツールがあるだけで周りをポジティブな目で見ようとしますのであ、A さんこういういいところあるな B さんこういういいところあるなっていうところを見る目がね、管理者として養われていくので 各側の人の人ためにサンキューカードをやってていいる企業ほど継続ししまますす効果も出ていますでやっぱりコミュニケーションをとる上でやっぱりいいところ見れた方が、ね、声もかけやすいですしねやっぱり欠点ばっかり声かけるのも自分もあまり、ね、気持ちのいいものではないので、えー、気持ちのいいコミュニケーションをとるためにもこういった「サンキューカード」 各側の人のためのサンキューカードをぜひですね、えー、まあ副社式とかで導入していただければよりポジティブなコミュニケーション取りやすくなるんじゃないかなと思います。はいということで第9回目は、まあ、ポジティブなコミュニケーションを取るためにサンキューカード誰のためにやっているのかというお話をさせていただきましたはいこのコミュニケーションのお話第残り1回となっていますがぜひ楽しみにご覧ください。